音楽ねまさにだよねまさに確かにこれまさにですねまさにですねこの辺はこれどうしますか普段どんな音楽来てます俺も基本本当に音楽あんま聞かないからでもあのライブとかもあるしね音楽とかあとこういういろんな音楽を聴く機会が多いからかっこいいなと思ったのを聞いたりするんだけどあとは知り合いの人のやつとかででも俺基本は好きなのはあの ちょっとこうスカとか、うんうん、ちょっとパンクっぽいのとか、うん、激しいのとかも聞くし、うん、かと言って俺は割とこうなんか十二学望的なのも好きだし、うん、もうぐちゃぐちゃにするね何度も聞くんだろうでし <laughs> っていう感でね、うん 広く浅くでも取ってくる。つ本当に聞かないから、なんつっていいか分かんないし、ただ試されてるって分かるわかる。これは俺音楽とか聞くのって、だいたいあんま聞かないですっていう。そだね。それが一番深い話についていけないし。もう終わりだもん。ちょっと聞きますな何とかとか好きですかとかいう聞かれ方したら、聞いてるようなんだったら、あ、好きですね。詳しくは知らないけど。そうだね。俺もそうだね。俺も聞かないから。うん。でも、別に。聞かないとはいえ、 言わ、まあちょっとは聞くじゃん例えば、ビートルズ聞いたことないかって言ったら聞いたことあるけね。だから、知ってりゃ話せるけど、そう。つか、要はこうなってくると情報量の世界だから。そうそうそう。ああいうのもそうじゃん。要は。普段どんなとこで遊んでんですかとか。うん。どんなとこ飯食い行くんすか全部そうだね。洋服とかどこら辺で買うんですかうん。うん。もう。ね。ね。なんだってなるもんね。ね。なんだっていいじゃねえかってなるもんね。もう細かいのから全部そうだね、そういうそうだ。ひまさんってひげ剃りどこの使ってるんすかとか。 え。でしょうんそうだね正月どっか行ったんすかみたいな普通の話なんだけど全部捉え方によっちゃあれこいつ試してんのかな試してんのかな全部何ホだ質問されたらそれは何か試されてるなっちゃうねでしょ怖いね今さんどこで飯食ってんのえこれ今相方に聞かれてるバージョンねんかもうすごい考えちゃう誰なのかなこの人はって僕はあの大体 夜だとやっぱお酒飲むことが多くなっちゃうんでそこですねえそこですねってのはそこでご飯あだからまあ普通の居酒屋さんみたいなあ普通の居酒屋さんうほんと普通の居酒屋さんああ<ー>うん、なんか最近ハマってるやつとかあるんですかうーんあのチャーハン屋さんがあってチャーハン屋っていう定食屋さんがあって、えーはい、そこのチャーハン好きで最近よく食べますけどねああチャーハンはい <laughs> 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 えーあれ、酒とかどんなの飲んでるんですか。酒好きなんですよね。はい、酒好きですよ。え、何飲むんですか。いやまあビールから入って。どこの。はい。好きなのはどこですかビール。いや別にどことかないですよ。日本のビールですから <laughs> 札幌でも朝日でもキリンでもいいですけど。あ、あんまこだわりないですね。い別にないとかじゃなくてビールが。ビー入って。<laughs> はい、次何行くんですか。じゃあ焼酎行きますよ。おお、何焼酎。 で今、黒糖とかが好きだから、飲んでますああ、流行ってますもんね。別に流行ってるわけじゃなくて、それは、昔から飲んでるんですか一通り行きましたよ。麦も行ったし、米も行ったし、芋も行きましたけど、<laughs> ええ、今好きなのは黒糖。黒糖のなんかが好きですよ。え、なん、なんていう好きな銘柄なな。あの、高倉ってのがあって、それ好きですよ。ああ、高いんですか知らないです、あんまり八800円ぐらいじゃないですかえ、どうやって飲むんですかそれ水割りです。割っちゃうんすか 割ったって言うじゃんなんで、お前なんでさっき言っよなんでお前は。普通の話やろ。喧嘩してるや超嫌味なんだもん。いちいちが。いやいや、普通の話やん。もうチャーハンの時超嫌だったもん。あ、チャーハン。チャーハン食ってんすかみたいな感じが。いいじゃん、チャー食ったって。うまいね、そういう演技ね。何が。ムカつかせる。人をこばかりする演技と。いや日村さんでしょ、うまいのは。俺は本当に下手なもん。 やって、俺、さっき逆バージョン。逆バージョンね。え、うん、え、下さんって。はい、い、いつもどこでご飯食べてるんですか。飯っすか。飯の話してますよ。今ああ。そうっすね。別に決めてないですけど、特には。<え>よく行く店ってのがありますけど。どこ行くんですか。わかるかな、言っても。<laughs> い聞いてんだから、いろいろ言いなさいよ。いや、もう、もう。じゃあ、大きく言うと。港区とか。<laughs> 渋谷役っていうか,かお店で例えばその何屋さんみたいなことだったらどこ行くんですか最近じゃ好きなのはあの串カツ屋さんっていうかあげてくれるとこあるんですけど、はい、何が美味しいですよ何が好きなのいやお任せで全部出てくるんですけど自分では頼まないですかそれでお任せであシステムがあるんですけどそれ別にそのこう何て言うんですかどんどん出てきてストップかければいいみたいなノリなんで あその旬のものとかありますよ。旬のものアスパラとか一本でこうやってあげてくれたりするんですよ。はい、はい。そういうの美味しいですね、そこ。で、お酒とか飲むんですかああ、最近ね、僕、車だったりするから、ペリエに、まあ、ライムとか入れてもらったりしたの飲んでます。何すか、それ。<laughs> あの、炭酸水です <laughs> <laughs>。はお酒はって聞いてるんですよ。スパークリングウォーターですよ。だから、 車じゃないバージョンの時の話ではいいでしょうああ、最近、あのし僕、あんまお酒強くないんで、あんま目のシャンパンとか飲んだりしますね。どういうのですか、銘柄は。分かんないです、なんかないですかつって、詳しくないんで。うん。<laughs> どこで遊び行ったりするんですか <laughs> まあでも、やっぱ結局、渋谷とか多いかもしれないですね、原宿とか。何してるんですか、遊び。なんか知り合いの洋服屋さんがいたりするんで、そういうとこへ寄ったり何洋服 何の洋服自分の洋服な何の洋服屋さんはよはい洋服屋さん質問がよくわかんないわか,、ね、かるのがないでしょよちょっといい俺が今ムかついてるん <laughs> 俺がムカついてるんだよ <laughs> なんでムカつくの最初のところ何がわかるかなわかるかなっていうのが急に形勢逆転になるよもう、まあ、うまいっそっち話の人になるよわかったわかったじゃあ俺がもうちょっと砕けた感じのやつでひまさんにやるわ え、俺何にしたの?。うん、答えるだけ。トークトークトク。あ、トク。ね。日村さんってラーメン好きっすか?。ちょっと待って。今のはやだよ。何がよ。すか。なんで。ラーメン好きっすか?。日村さんってラーメン好きっすか?。ラーメン大好きです。どこの。え、どこの。え、渋谷にある豚骨ラーメン屋さん、美味しいとこあって好きですけどね。豚骨ですか、やっぱ。 <laughs> いや豚骨しかやっぱっていうか別に基本は醤油ラーメンが好きなんですけどえでも豚骨ラーメンが好きなんですよねそこのいや今パッと思ったのはそこだったんであ<ー>はいそこの今パッと思ったんですかえパッと思ったんですか <laughs> ラーメンをですか <laughs> そのお店をですかいやお店を今パッと思って、はい、それが好きだっていうことでねうまいですかそこうまいへえ<ー>、うん、すごいうんそうっすかねなんかやっぱいら <laughs> つくよ やっぱ豚骨っすかってどういうことよもうバカにしてんじゃなくて日村さん昨日何食ったんすか昨日すっ飯昨日の晩飯あ普通にコンビニで買いましたけどおでんとはいおでん好きっすねおでん好きですよはいえ何食ったんすかまたちくわぶっすかちくわぶ買いますね 僕は生涯ちくわぶ3000本でしたっけ挑戦してんでしもうちょっと待っても百883本ちくわぶって言うんじゃねえよちくわぶって言うんじゃねえよちくわぶって言われるのはムカつくよでちくわぶ食ったんでしょあ食いましたちくわぶ何本食ったんですかいや2本食ったんですかちくわぶ好きっすね何が好きなんですかちくわぶの 僕はちょっとドロドロっとしたちくわぶが好きであのずっと入ってるなこのちくわぶぐらいのが好きなんですああ染み込んだやつ染み込んだやつが好きであと厚揚げと大根と卵ですねああ一番好きなのまたちくわぶですけどでもちくわぶと厚揚げは大体鉄板で買いますねええちくわぶ好きっすねはいダメ俺設楽さんと合わない何が全部イライラする今あの会話が 俺が言う食材もちょっと、アホみたいなののかもしれないけど、<laughs> <laughs> 全部バカにされてるんだよ。んうん。<あ>チャーハンとか、ちくわぶとか。試されてる感じがする。そう。つかもう、むかつかれ、むかついてきちゃうんだ。しゃべってると。いや、だってバカにしてるんじゃないかって、俺が勝手に思ってるから。俺ずっと思ってるから、だって。じゃあ、普通の話だったら大丈夫なのかな、今。普通話大丈夫よ。日村さんってさ、逆上がり、いくつ、いくつの時にできたの逆上がりうん。小、俺、小学校の時とか、運,運動神経良かったんで、 とかにはできたん逆上がりできたんだうんぐらいので,できた気がするわかんないうんそれぐらいじゃない回れたんうん回れたほんとくるっと、うん、くるっとじゃないじゃなくてくるっと回るよ逆手でいや順手も逆手も両方できたへえ<ー>、うん、ずっとやってたの <laughs> あれどういうふうにやったかわかんないけどまあ練習したんだろうね できたね。うんうん、そんなに居残りで練習した覚えはないねあそう逆、うん、上がり日村だ何かその当時がってこと今がってことうん当時が当時さそこまで逆上がりをずっとやってる人間じゃなかったからあれだけど普通に体育の授業とかできたっていうレベルだから今,今は逆上がり日村なので,で今,それ今聞き返したってことは今やんねえから逆上がりなんか<え>今別にやるチャンスねえから逆上がりをできないでしょ今いやできるかできないか分かんないけどできるんじゃないの逆手で 知らねえよ、順手か逆手のことにだって怒らしてんのよ。逆 <laughs> の普通の話してだ,だって下がりできるのっ,つってできるって言ったら、<laughs> 回れんのって言ってきた<笑><笑>なんで疑い、疑いするょそれともお前回れんのって言うて。<laughs> くるっととかさ。<laughs> なんでよってことになるじゃん。<laughs> <laughs>